中国政府は経済回復を維持し質の高い開発を促進するための一連の措置を打ち出している。一連の施策には新エネルギー車や家電、電子製品、飲食、文化、観光など様々な分野での消費促進に向けた取り組みが含まれている。今年上半期に31ある一級業界のうち家電業界は全体の収益率8位で 13.4% 増となっている。食品飲料や軽工業製造などの収益率も上位に入っている。また全国の国民1人当たりの消費支出と消費財小売総額は特に繊維衣料品、スポーツ用品などのカテゴリーで前年より増えている。さらに第2四半期に販売額の伸び率は 10% を超えた。 20% を超えとなった月もあり、第1四半期と前年同期を大幅に上回っている。耐久消費財の代表格である家電消費も上半期に前向きな変化が見られた。主要 EC プラットフォームの売上高で農村部向けの下取りは前年比 67% 増に、グリーンスマート家電は 12.7% 増となった。中でもエアコンの供給・販売が急増、上昇幅 15% 以上となり、関連業界の上場企業の株価を押し上げた。